どうもこんにちは、ジョン・マイケルです。あ、西です。はい、今回は冒険するときにパーティーにいてほしいランキング第1位の芦川さんと対戦です。みんなジョン・マイケルがこううまく読めなくて、こう試合のアナウンスとかもこうジョン・ミッシェルとかこうジョン・ミカエルとかね読んじゃう方多いんですけどね、ジョン・マイケルですからね、うん、この動画ね見てもうよく知ってほしいですわね。あ、試合です。はい、2セット目ぐらいからですね、ちょっと湿気が出てきて怪しいプレーが増えてきます。ナックルロングサーブに対するレシーブが不安要素ですね。あ、もうこれ結構弱気になって打たせる展開に持ってってますね。こういう時にチャンスボールミスするともっとねメンタルえぐられますね。弱気になっちゃう。ほら、うわーすごいの入った。はい、最後もナックルロングにやられましたね。悔しい。この点の取られ方は非常に良くないですね。相手を乗らせてしまうし、こちらがね萎縮してしまいますね。
いやー、気持ちを切り替えたところでネットイン。多分足川さん得積んでますね。普段ボランティアとかしてますね多分。おー、エッジ取った。これは大興奮。おーからの優しいジョン・マイケル。みんな優しいジョン・マイケル。チェンジコートからの初手はナックルロングが来ると予測してます。メンタルが安定してるので攻めるつもりでいます。はい、今回の試合いかがでしたでしょうか。まだまだ終わらないジョン・マイケル祭り。今回の動画面白かったよという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回もジョン・マイケルでお会いしましょう。またね。